はい、皆さんこんにちは、マーチです。夢に向かってを1、2。今日はちょっと場所を変えてお届けいたします。今2022年令和4年でございます。令和4年の9月の10日に予定しておりましたマーチの大行進第7歩、これがちょっと感染拡大によってね、ちょっと周りの方の感染が拡大したということで、やむなく延期となりまして、で本来であればこの日7歩半をお送りする予定だったんですが、それを延期になった第7歩に格上げしましてお届けする、こういうことになっております。はい、12月の17日、はい、土曜日17日ですね、土曜日に第8歩をお届けいたしました。マーチの大行進第8歩 in 稲毛海岸をお届けいたしました。はい、8歩の後に今日は12月の23日金曜日でございます。はい、逆に戻って第7歩をお届けしようと、こういうわけでございます。はい、で場所は、以前寄せていただいた山梨県、北杜市、高根町清里萌木の村にありますオルゴール館の下でございます。はい、ホールオブホールズという名前がついた会場に今日はお邪魔しております。ここから第7歩をお届けすることになっております。はい、よろしくお願いいたします。はい、でどういうスタイルでお送りしようかと思ったんですが、まあ明日クリスマスイブで明後日クリスマスなので、はい、クリスマスらしい曲でお届けしようと思いましてね。はい、もうこの動画をご覧いただいている方はこれが誰だかもう分かっている方もいるんじゃないでしょうかね。はい、うちのアップライトピアノに実は名前がついておりまして、マサオという名前がついておりまして、その分身でございます。はい、これがマサオね。はい、でこれは可愛いから持ってきた、ね、本当だったらね、私がこういう格好をしてやれるといいんですけども、ちょっと事情により、格好ができないので、これを置いてちょっとクリスマスの雰囲気をというところでございます。はい、ちょっとクリスマスにちなんだ、耳心地のいい曲を選びながら、お送りしていく予定でございます。はい、それではマーチの大行進第7歩始まりです。Thank you.
はい、ありがとうございます。ちょっと座ったままで今度は喋ってみようかなと思うんですけどね。はい、今お送りした曲はシルバーベル、日本語にすると銀の鈴でございますね。はい、銀の鈴と聞いてあっって思う方、関東地方にお住まいの方じゃないでしょうかね。はい、銀の鈴っていう待ち合わせ場所がありますよね、東京駅にね。はい、本当に銀の鈴が飾ってあって、で、待合の場所になっててね、そこで待ち合わせしてから新幹線に乗ってどっかへ行くっていうことをよくしますね。間違ってませんか、銀の鈴ですよね。ね、合ってますよね。はい、ね、はい、その銀の鈴という曲でございました。ね、オープニングがふさわしい曲なんじゃないかなと思いますね。はい、でもクリスマスってのはいいですね。ね、なんだろうね、心を特別にさせてくれるというか、私は小さい頃から、このクリスマスが来るとワクワクしちゃってね。で、やっぱりクリスマスというと、美味しいケーキだとか、プレゼントだとかね、そういうものをもらえるっていうのが、あってね、まあ普段はいたずら、ばっかりしてるけども、クリスマスのねちょっと前にね、とってもいい子になっちゃったりしてね、それはもうどうしてかっていうと、美味しいケーキも食べたいし、プレゼントもいっぱい欲しいしね、というところでございます。皆様はいかがでしたでしょうか、ね。で、それぞれ夏休み、秋休み、冬休み、春休みって、休みがありますけども、一番みんな好きなのはこの冬休みじゃないのかなって思うんですね。で、アメリカなんかではメリークリスマスって言ってからもう、正月明けるまでずっとなんか、イベントのようなことが続くっていうことを聞いておりますし、日本でもね、クリスマスが終わったら、おせちの準備をして、正月の準備をして新しい年を迎えるという、そういう流れになってますよね。なので、クリスマスっていうものと、それからお正月と2つのイベントを抱えている休み、ね、夏休みに比べると短いんですよ。だけど、世界中の子どもたちが一番楽しみにしている夏休み、冬休みか、冬休みではないかなと思っております、ね、夏休み以上に楽しいこといっぱい、ね。で、昨日は冬至でございましたので、この冬至が過ぎると、まあ、実際にはね15日頃が一番日が短いっていうふうに言ってますが、ね、冬至が来るとだん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 これからも日が伸びていくっていうね、明るい方に向かっていくという、そういう時期でもありますのでね。はい、はい、続いて、はい、賛美歌、まあコラールも賛美歌のことですから、普段お送りしているコラールも賛美歌の一つなんですが、この賛美歌っていうものがあります。キリスト教の教会で、みんなが集って、まあ、賛美する。誰を賛美するのかっていうと、イエス・キリストを賛美するのかな。ね、まあ、クリスマスの時はこんな話してもいいよね。ね、でこの賛美歌の中で、いわゆるクリスマスキャロルっていうふうにして、親しまれている曲が数曲あります。はい、それを今度はお届けしようかなと思っております。はい、実はここに賛美歌集っていうのがあるんですけどね、これ、これね、でこれも今日実は持参してるんですけども、これもそうです。これ今のが第1編、これが第2編というものなんですけどね。でこの、賛美歌、ね、の中に書いてあるのはカタカナで、ね、カロルって書いてあるんですね。よくクリスマスキャロルっていうふうに言いますけど、この中にはカロルって書いてあります。私それ発見したの数日前でね、知らなかった事実なんですけどね。はい、その中から一編の108番、はい、いざ歌えという題名で親しまれているものをお送りします。
こういう曲でございました。これがいざ歌える。そうしましたら、ちょっと戻ります。一辺の103番でございます。ね、103番です。まき火と羊をという題名で親しまれている曲です。これも聴けば、あの曲かと分かるはずです。眠れなくなると羊を数えるっていうね、文化がどうやら日本にはあるようでね。で、羊っていうのはどういうふうに数えると寝られるのか、そんな話になったことありますね、私たちの仲間でね、ハードルみたいなものを飛び越えていく羊を想像するのか、それともえらい高速で自分の目の前を通過する羊を想像するのか、それによって、眠りにつける速さが違うんではないかなんていうことを話した記憶がありますよ。皆様いかがです？こういう、羊を数えるとすぐ寝てしまうタイプですか？どうでしょうかね。はい、同じ一辺から今度はちょっとね、また後ろへ戻り、後ろへ行きます。115番、ああベツレヘムよという曲をお届けします。この曲に限らず、結構クリスマスの歌には、こういうね、和音で終わるのがあるんですよね。これ和音の機能から言うと、サブドミナントからトニックっていうね、分かんなくていいんですよ。そう、ね、言うんだけども、これ、いわゆるね、1度、2度、3度、4度っていう和音の構成があるんだけど、その4度から1度っていうのはこれなんですよね。坂が緩やかになるというかね。で、これをね、アーメン修士って言うんですね。ね、アーメン聞いたことありますね。あのアーメン修士ね。で、まあこれもちっちゃい時にね、友達と喋ってた、話の中のことなんだけども、まあ今日はキリストに深い関係がある時期だから、そんな話をしてもいいかなと思うんだけども、いそうでいないものっていう。
ことでいろいろこう出していった中でね、ありそうでないもの、ね、それで、クリスマス関係のものっていうのをこう出したことがあってね。で一番のピカイチだったのはキリスト教徒のドラキュラ、なんかいそうでいないなっていう感じがしてましたね、十字架を見るとダメなんだっけドラキュラってね。だけど、キリスト教っていうのは十字架を見ますからね、ここにも十字架が書いてあるよ、見ますから、絶対にいないだろうって、ね、そういう感じね。で、じゃあクイズを出してみようって言って、でそのキリスト教の方々が、好きな中華料理は何だろうっていうね、そういう話になった、ね、皆さん何だと思います？ほとんどの方がアーメンだからね、ラーメンって答えるんですよ、ね、ところがね、その時決めた正解は違うんですね。でこれ友達とね、なぞなぞと答えと、決めてね、方々に他のクラスまで、キリスト教が好きな、教徒の方が好きな中華料理は何って、ほとんどの方がラーメン、あっちでもラーメン、こっちでもラーメン、ラーメン、ラーメンって答えます。で、私たちがそのなぞなぞの答えとして決めたのは、実は違う料理だったんですね。はい。何だと思います？ちょっと考えてみましょうか。ね。はい。なんか関西の方からは、なんでやねんって怒られそうですけどね。はい、正解は、カニ玉。カニ玉ってやつですねそんなことをして遊んでたことを思い出します。このクリスマスをね、やっているとね。はい、もう一つ、この一編、今度は98番から、雨には栄えというふうに、呼ばれている曲をお届けします。これ雨には栄えって言うんだけども、いわゆるレインの方ではなくて、あの天井の方ですね。はい、その点を書きます。雨には栄え。クリスマスキャロルとして親しまれてるかなっていうところで、賛美歌からの、クリスマスの歌、これを お届けいたしました。はい、実は今日ね、ここへ来るにあたって日付が変わった夜中の12時に、千葉を出てきました。はい、千葉稲毛海岸を出てきました。それで夜通し走るのが趣味みたいなもんですから、夜通し走ってね、で、午前中、ね、23日の午前中ここに今寄せていただいてるんですけどね。はい、今日会場に入りましたら、この会場の係の方に、随分薄着ですね、寒くないですかと言われたんですね。はい、もう一回立ってみます。どうでしょうか、薄着に見えますでしょうか。昨日なんかね、千葉はね15度気温があったんですよ、昼間で。家を出た時、つまり日付が変わった時の気温が11度でした。はい、
でそれからこっちに来るにしたかってだん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 あれよあれよと、気温が下がっていって、ここホールオブホールズの外気温は先ほど氷点下7度を指しておりました。はい、氷点下7度ってね、ちょっと表にいるだけで手がかじかんでしまってね、どうにもなんない寒さですね。はい、でよく天気予報で、昨日よりも5度低くなるから体調には気をつけてくださいねって言いますよね。でうち出てきたのが11度で、今氷点下7度ですから18度差になりますね。それですもの。でもそれでも元気ですよ、マーチはね、おかげさまで。はい、ありがとうございます。はい、そしたら今度はもう本当に聴き入っていただく、曲をお届けしますね。クリスマスのための曲ではひょっとしたらないのかもしれませんが、クリスマスの歌らしく聞こえるっていう曲もあります。はい、それがアルビノーニのアダージョという曲があります。これをお届けいたします。ケーキはお好きですか、ね。さっき子供の頃、美味しいケーキを食べたいからちょっとだけクリスマス前の、にはいい子になるなんて話をしましたけども、やっぱり、うちは家族3人でしたからね、父親母親私と3人でしたので、ホールのケーキを買ってきても自分に割り当てられるものっていうのはすごく少ないよね、こうやってね。でこの少ないものを楽しんで食べるっていうのが毎年の楽しみだったんだけどもね、
で、いつか大人になったらこのホール全体全部食べてやるって思ったんだけども、不思議なもんですね。大人になって、そういうケーキが食べられる環境にあるにもかかわらず、人間ってそんなに食べられなくなるのねだから、来月再来月あるイベントに鬼は外っていう豆まきがありますけどね、あの豆まきもちっちゃい時ね、例えば5歳だったら5つしか食べちゃダメよって言われた、年の数だけ食べるから。でおばあちゃんなんかその時70いくつ食べるか、いいなって思ったけど、あれ結構罰ゲームみたいなもんだと思いますね。私が今年、食べるんだとすると53個食べなきゃいけないっていうね、それも結構きついなっていう感じでね、あの世の中、なんだろう、希望通りにいかないことの一つの、話なんではないかなというふうに思いますね。はい、こっちではまあ今日もね、昨日からあの雪が降り始めたらしいんですね。でこの辺あたり一面というわけではないですけども、結構雪がかぶっていて、さっき、話しましたけどね、係の方と、ブッシュドノエルっていうケーキがあるんだけどね、あんな感じに、土のところに雪がかぶっていてって、そういう景色、だったんです、ね、でそれが地球の反対側へ行くとね、こっちは北半球ですからね、南半球へ行くとまあ北半球でいう夏のような陽気でクリスマスを迎えることになるのかな、その曲だと思うんだけどこれね、ブルークリスマス。では今日のこの清里みたいにホワイトクリスマスね。でこのホワイトクリスマスも、いつかホワイトクリスマスが来たらいいなって千葉で待ってるんだけども、なかなかホワイトクリスマスにはなってくれませんね、
皆様お住まいのところ、明日クリスマスイブ、明後日のクリスマス、ホワイトクリスマスだよっていう方がいたら羨ましいなと思いますね。ないよって思ってるかもしれませんね。はい、クリスマスの歌といえばこれは外せないですね、はい、ジングルベルでございます。見せてくれないサンタクロース、夢がありますね。ね、たまにご家庭のお父さんがサンタさんの格好をしてね、
サンタさんを待って一杯やろうかなって待ってるお父さんもいるみたいですけどね。はい、決してお父さんがサンタさんではありませんよ。ちゃんとサンタさんは、ノルウェースコットランド、スウェーデンあの辺りから来る、北欧から来るんだよね確かね。そう、決して宇宙から来るわけではないというふうに聞いておりますけどね。はい、でただ一つ言えるのは、皆さんが今待っている、ね、今の子供たちが待っているサンタクロースと、マーチが子供の頃待っていたサンタクロースは別人です。はい、普通に考えてもちょっと長くね、行き過ぎだから少しこう世代交代をしてサンタクロースは、現代につながっているからね。はい、そのサンタクロースは何に乗ってくるか、トナカイが引くソリに乗ってやってきますね。はい、どんなトナカイか、ね、真っ赤なお花のトナカイですね。赤花のトナカイ、その花が役に立つのさ、ね、言われて、もうトナカイさんは嬉しくてしょうがないっていうね、そういう歌でございますね。はい、はい、ではそのサンタが町にやってくる、そんな時はワクワクしますね。はい、すぐそこに小海線っていうのが走ってます。なかなか首都圏での電車で、電車が来る前に線路に耳を当てて、あ、来たなっていうことを体験するのは難しいと思いますが、もう今の時代は多分ダメだと思うんだけどね。はい、私は母方の実家が八高線というね、田舎の電車のところにありました。線路のすぐそばに家があったので、その線路を渡らないとどこへも行けないところだったんですね。その線路を渡るときに父親母親に言われましてね、線路に耳当ててごらんよ、そうするとね、近づいてくるとね、音がするからね、そんな経験がありますけども、はい、サンタが街にやってくるな、さあどっかから何かが聞こえてくるよ、そんな歌ですね。サンタが街にやってくる。Thank you.
このワクワク感、大人の方は思い出していただいて、お子さんの方は、ね、まさに明日の話ですよ、ね、これを思い出していただければなって思います、ね、はい、はい、賛美歌に戻ります。これも一編かな、109番。間違いがあってはいけないから見ようか。109番。そんなこと言いながらちょっと休憩したりとかしてね。109番。うん、あ、これ一編にないっていうことは多分二編の109番ですね、清子のように、これをお届けいたします。サイレント機能ってありますけども、ね、清子の夜のね、これも有名な曲でございますね。はい、ね、さあクリスマスが来たらとにかくみんなでお祝いしましょう楽しみましょうということで、ディズニーランドあたりでは花火が上がるんじゃないでしょうかね。はい、ご家庭でやる花火、あれはなんか夏のイメージがあってね、なかなか冬にやろうと思ってもちょっとできない感じがありますけどね。はい、おめでとうクリスマス。
こで、次はね、ちょっとしたお話になっているもの、これをちょっとお届けいたしましょう、これもさっきのおめでとうクリスマスと一緒でイギリス民謡なんですけどね、クリスマスの12日というのがあります、はい、これをちょっとお届けしてみようと思います、はい、まあ、これには歌詞がついていて歌手の方と歌っていけばいいんでしょうけども、私の声で合わせるよりも朗読してから弾くっていうスタイルを取った方がらしいんではないかと思ってね、ちょっとそれでやってみることにします、ね、12日あるわけですから1日目から12日目まであるんですけども、音楽は適宜ちょっとカットしながらやっていこうかなと思っております、はい、まずクリスマスの1日目、こんなお話、はい、クリスマスの1日目に送ってくれたわ恋人が、梨の木に止まった1羽のイワシャコドリを。クリスマスの2日目に送ってくれたわ恋人が、2羽の山鳥と1羽の梨の木に止まったイワシャコドリ。クリスマスの3日目に送ってくれたわ恋人が、3話のフランスメンドリ、2話の山鳥、1話のイワシャコドリだね、はい、だんだん増えていきますよ。クリスマスの4日目に送ってくれたわ恋人が、4話のコリードリ、3話のフランスのメンドリ、2話の山鳥、1話のイワシャコ。さあどうなっていくんでしょうねこれ。クリスマスの5日目に送ってくれたわ恋人が、5個の金の指輪、全部にはめることができるね、一つおきにはめたら綺麗かな、ね、それから4羽のコリードリ、あとは省きます。クリスマスの6日目、今度は6羽の別の鳥、クリスマスの7日目、7羽の白鳥を、クリスマスの8日目に8羽
8人の乳搾り娘、9日目に9人の笛吹き。この山梨の笛吹き市ってのがあるんですけどね、クリスマスの10日目に10人の太鼓叩き、11日目に11人の踊る淑女、そして12日目に12人の貴族たちが登場しています。増やしていくっていうね。で、1日目に送ったものを2日目にも送ってくれる、ね、いろんな考え方ができますね、これね、聞く人によって、だんだんその1日目2日目っていうものも一緒に増えていくのか、それとも、気持ちだけなのか、あるいは写真だけなのか、いろいろ想像がつきますね、はい、そういう感じで今日は進めたいなと思って進めてまいりました、ね、はい、ちょっと画角を見ますので、ちょっと待ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、私はバイエルおじさんですから、はい、このバイエルの中でも私が個人的に、クリスマスになんとなくふさわしいなって思う曲があります。それをちょっと、弾いてみようかなと思うんですけどね。さて、何番が登場するでしょうかね。あれかな、これかなと思ってちょっと待ってみてください。気がするという観点でいいですからね、バイエルを勉強している皆さん、ぜひ、このクリスマスに合う曲は自分は何が合ってるのかなっていうのをちょっと考えてみるといいのかもしれません。もう一曲お届けします。Thank you.
何が出てくるか想像したのと当たりましたか、どうでしょうかね。そんな感じのものがなんとなくね、クリスマスっぽいなっていう風に感じます。もうなんかあのリズムがマーチにとってはクリスマスなんではないかなって思っていただけたかな。最後です、これです。するのがマーチ流です、ね。まあ多少間違っても先に行ってしまうっていうことも大事なことですね、はい。で、今お届けした曲の番号を申し上げますね。1曲目が88番でした。2曲目が102番でした、はい。で3曲目が104番。共通しているのは普天のリズムがあるというところでしょうかね、はい。これがマーチの考えるクリスマスっぽい曲ということになりますね、はいはい。でもう一度画角をちょっと見させていただきますね、はい。それでは、始まってから1時間ぐらい経ったんでじゃないでしょうかね、はい。そろそろ最後の曲というふうにしてお届けして、このマーチの大行進第7本を終わりにしたいと思います、ね、はい。人間らしくお届けいたしますのでね、はい。最後はバッハの G 線上のアリア、バイオリンの曲ですね、これをお届けして、終わりましょう。Thank you.
聴いただきましてありがとうございました。はい、マーチの大行進第7歩、これで、終わりにさせていただきます。カットなし、そのまんまお届けしております。録画のスイッチを押してから何もすることなくノー編集ノーカットで、お届けしますので、あ、こんな面もあるんだなマーチさんはというふうに思っていただければいいと思いますね。はい、どうかな、今ねちょうどお昼になろうかという時間です。23日のね、氷点下7度だった世界が少しずつ暖かくなってるといいなっていうふうに思いますけどね。はい、皆様にとって、明日明後日、今日中に上がるかなこれね明日なんて言ってて上がったのが明日だったらごめんなさい ね24日25日のクリスマスが、皆様にとってすごく楽しいものになりますようにね、私も楽しく過ごす予定でございますので、いいクリスマスになったらいいねね、はい、ね、はい、じゃあ次回のご案内を、次回は、来年、2023年令和5年になります。5年の1月の28日土曜日に、千葉県八千代市にあります、島村楽器、ピアノショールーム八千代店、ピアノがずらっと並んでるね島村楽器があるんですけど、その中の店内ホールで、スタインウェイの B211 このピアノを使って、ベートーベンのピアノソナタ全曲奏が第2弾これをお届けいたします。はい、まだ席若干残っておりますので、ちょっとおいでいただける方は、この概要欄からねホームページに入っていただいて、お申し込みいただければと思います。はい、でもう来ていただく約束している方はね、気をつけていらしてみてください。はい、これが1ヶ月後どういう気候になっているのかそれも楽しみですけどね。はい、お届けする曲はベートーベンのピアノソナタ第11番、12番、13番、14番でございます。はい、11番には表題は特についておりませんが、12番が葬送、13番が幻想曲風、それから14番が月光でございます、ね。ポスター持ってきてたんですけども、車に置いてきちゃったな、ね、そういうのも全部ノーカットで、カットなしでお届けしております。はい、はい、それでは、貴重な時間、ご覧いただきありがとうございます。また聞いていただきありがとうございました。はい、マーチがお送りいたしました、ね。皆さんの目標に向かって1、2ありがとうございました。それでは失礼いたします。またね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。